はい、お疲れ様でした。チャカポコです。今日はですね、生活保護について語ってみたいと思いますね。生活保護、もうずいぶん昔の話になりますけども、関西のお笑い芸人、高収入を得ているお笑い芸人のお母様が生活保護を受給していたということでね、これが話題になったことありますよね。要はね、不正受給じゃないかというような話だと思うんですけど、生活保護っていうのは、その収入が得られない少ない人をみんながね、救おうと、みんなの税金で、救いましょうというような制度なので、不正受給されるとね、国民は怒るわけですよね。そんなことのために税金払ってるんじゃないよというような話でね、それはもうもちろんそうなんですけど、で、かたやね、私北九州出身なんですけど、出身というか北九州に今で住んでるんですけど、確かね、文字で、52歳ぐらいの男性の方がね、餓死した事件があったんですよ。この方はね、タクシー会社を辞めてクビになったのかな、ちょっと詳しいことは忘れましたけども、で3ヶ月ぐらい生活保護で生活してたんですけど、それを打ち切られたんですよね。でその後に、餓死した、自分の部屋で孤独死したというような話がありまして、当時ね、北九州市ではその不正受給ということについて悩まされてて、水際作戦ということでいろいろこう引き締めてたんじゃないですかね。それの煽りを食って、打ち切られちゃったと思うんですけど、だから生活保護には2つの問題があって、一つはその不正受給の問題ですよね。でもう一つは本当に必要な人に届かないこともあるわけですよね、生活保護は。このことをね、老給っていうんですよね。給付が漏れるということで老給。でこの老給と不正受給っていうのはトレードオフの関係なんですよね。こちらを立てればこちらが立たずみたいな。そうですね、ケーキは美味しいんだけど食べたらダイエットできないみたいな、ちょっと違うかな。それトレードオフの関係ということで、でですね、必要なのはもちろんね、不正受給はゼロに越したことはないんですけど、例えばこういった事例はどうですかね。母親と幼い子供2人暮らしと、で母親は働きもせずにパチンコばっかりやってると、ね、でお金はないんですよ。だから、生活保護を申請に行くと。でこのケースでね、生活保護を給付しないと子供が飢えちゃいますよね。親はパチンコ三昧で、これは生活保護のね、資格はないんですけど、子供はたまったもんじゃないですよね。だからね、不正受給っていうのもね、なかなかケースバイケースでこういうグレーゾーンみたいな事例が結構あるんじゃないですかね。だからどういった議論が大事かというと、老朽はなくさなくちゃいけないわけですよ。行き渡らなきゃいけないところには必ず行き渡らなきゃいけない。その方や不正受給はゼロの方がいいんですけど、このゼロ100のね話っていうのはあんまり意味がなくて、要はね、老朽をなくすためにどれだけの不正受給を許容できるかというような議論をするのが、これがちゃんとした議論なんですよね。しょうがないんです、不正受給、どうしてもそういう人いるんですからね、ゼロにはできない。
それをゼロにしようとすると今度老朽が発生するというような関係なんで、まあね、頭のいい議論というのはそういうことなんですよ。老朽をなくすためにどれだけの不正受給を許容できるかということで予算組みする必要があるんじゃないですかね。まあ、あんまりね、気持ちのいい話じゃないですけどね、不正受給許すんかいみたいな話になりますけど、まあやむを得ないところではあるでしょうね。まあそんな感じでね、生活保護ということで今日はお話ししましたけども、それじゃあ今日の一言ね、まあ、生活保護っていうのはね、本当はいつかずいぶん前に言いましたけど、憲法25条で生存権というのが保障、日本国民には保障されてますんで、生活保護の金額というのは人間が、日本人が最低限度の生活を営む権利を保障する額なので、恥ずかしがらずにね、本当に収入のない人はね、申請していただければいいと思いますよ。真面目な人ほど申請しないですよね、これね、不思議なことにね。まあそんなこんなで、ちょっと一言が長かったんでもう一回言いますね。今日の一言、生活保護は恥ずかしいことではありませんので、皆さんどんどん収入が少ない方は申請してください。よろしくお願いします。それじゃあいってらっしゃい。